うございます。通知が来ちゃってるんですよ。おはようございます。早朝、早朝寝起きドッキリキャスです。おはようございます。おはようございます。寝てるふりしてないといけないよ。朝日さんもまだ寝てます。今さっきトイレに立ったばっかりですよ。朝日さんまだ寝てるだろうな、きっと。おはようございます。寝てるな。寝てるわ。月曜の朝から。あ、皆さんオーシャンビューが見たいということですけど、ちょっと寝起きドッキリを。あれ、朝日さんまだ寝てんのかな。どこで寝てんだろう。寝相が悪いから布団から飛び出してるかもしれない。飛び出してます。立ってるかもしれない。立ち上がってるかもしれない。携帯見ながら立ち上がってる。寝相かもしれない。いや、これあの金縛りに合ってる感じなんじゃない。頭の上になんか人が立ってる感じみたいな。オーシャンビュー、朝日さんです。こちらが雨です。雨です。バカ野郎。あ、人がいた。あそこ人がいた。出てきた。釣り人かな、あの人は。頑張れ、頑張れよ。おい、こっち向け、バカ野郎。どうせね、私の声は届かないから、そこまで。これ誰か乗ってるね。おーい。乗ってなかったかもしれない。あ、おじさんが端っこまで行った。何するんだ、やめろ、やめろ。はい、早朝緑のおじさんキャストをやっております。おはようございます。謝んなおじさん。失礼します。
強制終了になっちゃうから、もう全裸出場はやめてください全裸配信は全裸上だけ着てればいいですか。はい、上だけ、上だけ、下は履いてなくていいですか。下は大丈夫です、ね、そこはカメラワークで何とかするんで今日はシェイカー持ってきてないんですかっていうコメントが何件も来てますが、残念ながら今日お、すごいサイヤ人みたいな頭になってますよ。安心してください、履いてます。寝癖すごいですよね、うん、多分あれですね、あの温泉、うん、シャワーも温泉だし、うん、お風呂も温泉、温泉効果で寝癖がすごくなってます。うん、いてて、あ、超眠い。昨日の宴の残骸ですね、うん、すごい、もう飲みすぎでしょ、うん、あれこれ1リットル入ってコップ、うん、1日分の鉄しか取れないの、これ全部飲んで。コップ1杯1日分の鉄じゃないですか、だからこれをコップ1杯分シーンシーン、あー非常に良き朝です。初めてじゃない、フルスクリーンのオーシャンビュー、あ、そうせよかったんだ、はい、フルスクリーンのオーシャンビュー、めっちゃ見えちゃう、ちょっと、はい、フルスクリーンですよ、フルスクリーン、最終日に気づくまだいる、端っこにおじさん、端っこおじさんが、端っこおじさん、おい、やめろなおさら聞こえないですよ、ガラス越しなおさら聞こえない髪型すごいな、パーマかかってるみたいな。パーマかけに行ったの昨日世界遺産パーマ、世界遺産新しいですね。いや、何時出発ですか本日。本日ちゃんと決まってないですね。大阪に戻られた。オーシャンビュー朝日さんはオーシャンビュー朝日さんは10時です。なぜ私だけ9時なんでしょうか。そう、早いのか。ああ、なるほど。いや、もしかしたら、もしかしたら気分変わって、ちょっと遅れるかもしれないです。気分で。こっから東京まで、どれくらいなんですかね。わからない。あの西九条までは4時間かかりました、はい、西九条特急電車で。なるほど。7000円で行けます。7020円で行けました。黒潮ってそんなするんですか。7000もそうですね。あ、指定席だから全席。ああ、なるほど、全席指定席。7000するんですかね。なかなか、うん、おはようございます、7000円って、うん、でも4時間乗るからね。どうなの4時間って。だって東京、大阪の小玉と同じくらいですもんね。小玉さん、小玉雄介さん。そうっすね、東京、大阪の、東京、大阪の小玉雄介さんってこと。そうっすね、東京、大阪の小玉雄介さんですね。すごい緊張感にあふれるオーシャンビュー朝日さんですね。あ、いいですね、うん、非常にあの寝相が素晴らしい、リラックスされて寝相してます。いやいや、じゃ緊張感あるよ。緊張感あります、うん、隙がないもん。隙がないディフェンスポジションですかこれ。隙しかないですディフェンスポジション入ってるんですけど、ね、髪の分け目は小さいなんでしょ起きてんないつも、うん、あの安浦野さんもあの年越しまで寝ないって言ってたから
信念はない。何の戦いですか。やっぱジョヤの鐘聞きたいみたいな。寝ても聞けますよ。あ、そう、寝過ごしちゃったらあれだから、ね、ちゃんと毎日しっかり寝れば聞けますよ。あ、そう、本当、はい、そんなことあるんだ。あります。あ、世界遺産プロジェクトは楽しかったですと。楽しかったですね。楽しかったですね。いやでも今日どれぐらい楽しかったの。え、適当なこと言って。なぜ問い詰められる。言いなさいよ、どれぐらい楽しかったか。まったく。いやでもなんかこう、この何ですか、僕はランズエンド所属ですけど、朝日さんとか藤田さんって毎回ランズエンドツアーに参加するじゃないですか、うん、基本どこか地方とかでも。の中でも割といるね。割といる。割といますよね。でも、まあ、沖縄とか北海道とかいろいろありましたけど、普通の遠征とじゃやっぱちょっと感覚違いますよね。やる場所込みでなんかこう楽しさこう、あんまりこう普通の巡業で行かないとこに行くみたいなイメージ。絶対行かないじゃないですか、ここ多分。しかも会場じゃなくて外ですしね、うん、そりゃね、オーシャンビュー朝日さんもね、緊張感漂う姿勢で。もうほぼ参加してないですか、朝日さんと藤田さんって。ランズエンドの地方興行って、地方じゃなくてますけど。朝日さんは出てるね。藤田さんも出てないですか。え、でもあの去年中止になった時も来たんじゃなかったっけ。払い戻しかなんか、払い戻しかない。バッテンさんですか。あ、バッテン、意味がわからない。じゃあ意味がわかんない。なんで。バッテンさんはでも本当は今回も来たかったらしいですよ。へ、なんかあのサイさんが言ってました、ね、でも昨日あの九州プロレスさんが試合してたらしいです。やった、はい、同じ同日だった。残念な、なぜかバッテンさんがいたという。参戦選手に入ってなかったんですよ。いや、そうですよ。で、後で話聞いたらあのやっぱ純粋にその九州あのそのなんですか、ナチュラル滝大会のお祝いをしに来たかったって、すごいリッチーな方だったという。そんなことある、ね、そんなことある。非常にリッチーな、そんなリッチー話聞いたことない。参戦しないのに払い戻したいようにしてるでしょ。何だっけな、払い戻じゃないよね、無料だもんね。あ、まあ、一応なんかそう来られちゃった人に、まあ、あのまあすいません、はい、あのやってませんっていう。参戦してないとか、参戦してないから、はい、むちゃくちゃ。ありがとうございました。コメントがあの止まりました、途絶えてるんで、この辺で終了したいと思います。私も出発しなきゃいけない。そうです、確かに、はい、結構散乱してますよ、荷物が。シャラップ荷物がまとまってないですよ。あの布団の四方に荷物がありますよ。ありがとうございました。朝早くからあの許可も取らずに初めてありがとうございました。ヨガの先生もありがとうございました。あ、最後にあのヨガしながらあのお別れの言葉だけお願いします。ヨガしながらでお願いします。カメラ見ないでください。ごきげんよう。いい一日を。ちょっとしてください。いい一日をお過ごしください。